今日は本田翼についてジャーニーさんが話すみたい。私は本屋に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。本田翼っているじゃない。いるね。ヒカキンの YouTube にゲスト出演してキッズ向けに路線変更したらしいわ。え、最近まではオタサーの姫じゃなかった？それが熱愛発覚してファンたちが荒れたもんだからキャラ変狙ってるみたいね。なるほどね。オタクどもはもう用済みってわけだ。いろんな意味であざといというか頭がいいわよね彼女は。誰のものにもなりません的な空気出しといて、実際の恋愛相手は年下の医者だもんな。相手選びにも抜かりがないのよね。ゲーマーやガチオタクじゃなくて医者ってあたりが。まあオタクのことなんか鼻から人間とも思ってないだろうけどね。そこまで言っちゃう？きっとその辺をうろつく鳩程度の価値しかないよ、翼にとっては。自分の売り方と美貌は間違いなく理解してるわね。ヒカキンも生翼と見つめ合ってメロメロになってたしね。わからないわ、あんな子のどこがいいのか。それより僕がわからないのは、好きなアイドルの熱愛が発覚して裏切られたとかほざくファンどものザレ事かな。やめなさい、敵が増えるから。内外ともに冴えない一ファンのお前が候補に上がることは絶対ないのに、何批判とかしてんだよクソがって思うよね。わかるわかる。やめなさいよ、アイドルとして最低の発言。ちくしゃ、なんで医者なんかと付き合ってんだよ。